はい、今回のですねゲストはですね、なんとあのカジカフェ最多出場でございます。あ、カジカフェ言うたカジカフェ言うたかカジカフェ、もうカジカフェでいいんじゃない。さあ始まりました、カジ散歩ですね。今回のゲストはなんとカジ散歩最多出演でございます。今まで一番多かったんですねこの人ね。なかなかあまり見たことなかったですけどね。なんでなんでしょう。まあとりあえず行ってみましょう。はい、カジ散歩、今回のゲストはですねカジ散歩ですね、ガンバ大阪ユース森下監督に来てもらいました。お願いします。お願いします。これ今あのカジ散歩森下監督ナンバーワンなんですよ、出演回数。そう、はい、どういうことやろうか。勝手にうちの制作陣がワイプで抜いてて。ああ、そういう。でもそれだけ話題に出るんですよ。このでもカジ散歩見られたこと、いや、あるよ、あるある。マサシとかもね、大黒とか。妙のは見てないかな、まさしのは見て、ちゃんと喋ってるかなってちゃんとチェックした。そういうとこ見てる、ちゃんと。監督ですね。やっぱり今やっぱ息子とか大学生なんで、はい、よく YouTube とか見てて、でそれに、はい、なるほど、ね、便乗して。森下監督の僕印象なんですけど、ちょっと怖い人と思ったの。ああ、もうみんなに言われるね。でプレイヤーとしてはまああのすごい、まあ、中盤の選手で結構激しくてなんか堅実なプレーするっていうイメージで。いや、もうプレイヤーとしたらもうこうやって対等には全く喋れないレベルだから。なんでそんなレベル、そんなことない。これでも梶君がねセレッソに最初いた頃をすごく覚えてて。え、そんな古い。そう、嬉しいですね。逆に坊主っぽくなかった。かった、そうだね。ぽかったです。そう、はい、それがものすごい印象があって。そう、でもう次、ま、見たっていうか、その後はもう東京でもう全然違う感じになってて、でガンバ来た時もまた全然違う感じになってたから、そのギャップが。だからその最初の頃が俺その坊主の梶君がすごい印象にあって。大きくなりましたね。いや、だからもうすごい、もう僕あの申し訳ないですけどすごい選手になったなと思って。あ、伸びるもんですね。伸びたな俺が言うのもないちょっと上からですけど、ちょっとすごいなと思って。で代表まで行ったでしょ。はい、だからすげえなと思って。でもみんな若い選手やっぱり森下監督いいっすってみんな言いますね。もうあれでしょ、カメラの前やから。いやで、またあのこの間カジ散歩で出てくれた後編奥野選手、はいはいはい、があの森下監督の練習で4対4かな、4対4の3グループ作っての、はいはい、ゲームで3チームで回していくっていう、はい、うん、それで僕のチームだけユース3人で、で奥野選手で4人で全敗したらしいんですよ。なんで俺だけそのユースの3人と組ませるんやっていうので、もう腹が立って、逆になんかその負けたチームはそのコート一周走らないといけない、全力でもうわーってがむしゃらに走ったら、森下監督がやっぱり見てて、お前なんか何ふてくされてるんやっていうのをなんか言われたっていうのはすごい言ってましたね。やっぱそういう難しい状況でチームを勝たせれる選手になれる可能性が公平にはやっぱりあったから、あえてそういう状況に追い込んで。なるほど。でやっぱりそういう負けん気も大事だし、でもその使い方を間違えるとね全然違う方向に行く。まあ、人それぞれでも、人それぞれ、ね、違いますもんね。もう全然性格からタイプね、全く違う。で一人一人に対してこう変えてるんですか。もちろんもちろん。言い方とかももちろん。ふわ、大変な仕事ですね。だからよく妻には自分の子供もちょっとちゃんと見てよって見れてないですか。冗談っぽく、いやでもそれぐらいもう気持ちいい。なるほどって言われることも多々。へー、
教授は試合中ってどこで見てるんですか？はい、試合中は我々の控室で試合を見ています。もうじゃあそう試合を見ながらこの剥がれてしまった場所を確認したりとかをしてるっていうことなんですか？試合中にあの選手のプレーによって芝がめくれたりしないかをチェックしています。この試合中にあちょっとドキッとしたりハラハラしたりってそういう瞬間っていうのはあるんですか？そうですね、鹿島アントラーズ戦でも大きくめくれてしまってテレビで見ていても分かるぐらいのダメージだったので少しヒヤッとしたんですけれども、はい、その後ハーフタイムに応急処置はしております、うん、試合中にこう芝がめくれてしまったりとかってした時はどうやって直していくんですか？試合中はハーフタイムに芝生で埋めたり砂で埋めたりしてあの応急処置をしております。確かにハーフタイムの時にこう出てこられてこう芝を、ね、確認されている姿は見たことあったんですけど、それが実際に芝をで埋めたりこう砂で埋めたりしているという作業だったわけなんですね。はい、ああそうだった。その時応急処置できてもまた後日に補修するのかなっていうふうに思うんですけど、どういうふうにされてるんですか？後日練習場からあのブロックで芝生を抜いてきて、はい、スタジアムで入れ替えをしております。実際にはこんな感じです。待って、本当にブロックでこう引っこ抜いてるんですね。でこれをまた練習場からこのパナスタに持ってきてパナスタにこう埋めるっていうことなんですか？はい、同じように抜き取ってそこにこのブロックを埋めております。知らなかった、そうやって補修をされてたわけなんですね。はい、アジ散歩。今ほら現役上がって、うん、明神さんとか大黒正史とか今来てますけど、うん、どうですかそのコーチとして。なんかこうやって言ったらカメラの前でお世辞っぽく聞こえるかも分かんないけど、まあ、あの2人はもうめちゃくちゃ力があると思う。彼らは結構職人気質で、はい、元々プレイヤー、まあ、もちろん監督としたら全体を見るようになっていくんだけど、うん、そこのもう細部の細かいところ、例えば大黒なんかだったらもう1メートルで話をするし、1メートル低いとかで、妙なんかも立ち方がもうちょっと角度が悪いとか、あ、体の向きがで、もう動き出す準備が遅いとか。だから選手は幸せですよ、本当。うん、そうですよね、うん、そこまで教えてくれたら幸せですよね、うん、もう本当になかなか彼らはそういうので生きてきたことを全部選手にさらけ出してるから。確かに、いやそれはありがたね、うん、ありがたい話、ね、確かに。まあでもいろいろちょっとこう話を伺いながら、まあ、この企画があるんですけども、うん、カジ散歩で、まあ、さらにあのそこであの森下監督のちょっといろいろ内面をちょっと知りたいなと思います。あのサイコロを投げまして、ここお題出ますから、そのお題に対してこう答えていただければと思います。じゃあ、行かせていただきます。テレレレレレレテレレ、あ、これは出ましたよ。これっぽいですね。これやりすぎちゃった話。やりすぎちゃった話、それは指導でってことかな。はい、やっぱ監督として、まあ、でもちょっとやりすぎたなって。まあそれは常々毎回やりすぎてるんですか。っていうことはなんかこう、まあ、反省するっていうか、やっぱ家に帰って、やっぱりもうちょっとこう言った方が良かったなとか。あ、選手に対しても言い方こう結構きついですか。いや、それも人によってたり、あの状況によったり。でもこの時はこうじゃなかったなっていうのはもう多々、語尾が違うだけでもちょっとニュアンス変わってきますもんね。言葉ってすごいあの大事なんで、いいものであり危険なものであり、そういうのはもう未だにずっと反省を繰り返し、やっぱこの今の時代どう困難を意図的に与えるかっていうのがすごく難しくて大事なところで、もうね、大丈夫大丈夫ってやってやりたいんですけどね。でもそれをばっかりやってたら大人になってた時に大変なことになる。ギリギリのところで
戦いを。だから昨日の練習なんかもうそれこそそうね、もう1セットいくかやめとくかギリギリの戦いのところでもうこれ以上やったら怪我するかと思いながら。で結局どうされたんですか。うん、行ったけどね。やったそれやりすぎた。そういうことね。そういうこと。でもそれはもう勝負、こっちの勘も、うん、そうなったらでも森下監督とかやっぱ考えるんですよね。やっぱね、やりすぎたね。やっぱり選手はロボットじゃないから、でも選手に言うのはまあトータルで1日トータルで勝ち越せと負ける時もあるけど、まあ勝ったり負けたりで1日終わった時に、ああ今日は俺勝ち越したなって。名言出ましたね今。1日トータルで勝ち越せと。だからもう負けるなだけだったらやっぱ負けたらあかんってなるとしんどいんで、負けを認めて次は勝つぞと1日の練習の中でもね。だからもう常にやりすぎですね。はい、そう日々反省。そう日々反省。日々反省本当に。指導に苦労した選手。もうみんな苦労するよやっぱ。まあそれこそ分かりやすいあれで言ったら、まあ良太郎なんかもそうだし、本気度というかそれをもう見せるしかないね。モチベーションを上げる秘訣。お前は絶対できる。もうそこから入ります。森下監督にできるって言われたらできそうやな。確かにね。それはもう23の選手たちのおかげ。